マルティン・ビレムフェルカークは、オランダ、南ホラント州、ライデルドルプ出身の男子プロテニス選手。身長195センチメートル、体重89キログラムの長身を誇り、強力な弾丸サーブを武器にする、ビッグサーバータイプの選手である。シングルス自己最高ランキングは14位。2003年全仏オープン男子シングルスにおいて、世界ランキング74位のオシードでありながら、 準優勝を果たす。2003年 BNL イタリア国際ベスト8。7歳からテニスを始め、1995年にオランダのジュニア大会の18歳以下の部で優勝。1996年にプロ入り。しかし、2003年までフェルカークは世界的には無名の選手だった。年頭の全豪オープンで1回戦敗退に終わった。あと、 ミラノ・インドアでツアー初優勝を飾る。そして6月の全仏オープンでは、わずか3度目の4大大,大会出場であったが、世界ランキング74位のノーシード選手として、勝ち進んだ。4回戦で当年度の全豪オープン、準優勝者ライナー・シュットラーを破ると、準々決勝では1998年の優勝者、カルロスモヤ、準決勝ではギレルモ・コリアに勝ち。 初めての決勝戦に進出する。そこで、2年連続の決勝進出となった第3、シードのフアンカルロス・フェレーロが、フェルカークを待ち構えた。フェルカークはフェレーロに1から6、3から6、2から6のストレートで敗れ、1996年ウィンブルドン選手権を、制覇したリカルト・クライチェック以来となる、オランダ人、テニス選手としての4大大会優勝を逃した。 しかし全仏オープンの大会期間中に124本のサービスエースを放った。フェルカークは2004年7月にオランダオープンでツアー2勝目を挙げたが、その後故障に悩んで試合から遠ざかり、オランダ代表として出場資格のあったアテネゴリンも断念した。その後、トーナメントに全く出場できないブランクが長期間続き、2007年から 本格復帰を果たしたものの2008年に現役を引退した。オランダのプロテニス選手はビッグサーバータイプが多い。当地で最初の4大大会優勝者となったリカルトクライ、チェクもビッグサーバーとして有名だった。赤土の全仏オープンではベースラインでのラリー勝負で忍耐力が要求される場面が多く一発。 必中型のビッグサーバーの選手が活躍することは比較的少ない。それだけにビッグサーバーのフェルカークが全仏オープンで準優勝したことは鮮烈な印象を残した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退。 LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。